というわけで、今日もですね、龍が如く極み2の実況を始めていきたいと思います。まずはキャストリストから女の子を指名します。まあこれは橋本さんかな、なんとなく、うん、こっちの方がなんかわかんないけど良さそうで、コース、あー今はまだ一つしか選べないね。今回初めて来店したんで、あ、めっちゃある、うわ、見てはいけない世界を見た気がするなこれ。まあでもまずはここの初心者コースから進めていかないとダメだね、これは。はい、どんな風になるんだろうね。キルさんだ。撮影会ですね、これは。ちょっとうまくいくかな。いらっしゃいませ、りなです。こんにちは、今日はよろしくお願いします。お願いします。こんな可愛いモデルで緊張するな。よし、うまくいった、いいですよ、幸先いいですよ。嬉しいな。ナイスだ。まずはね、モデルをこう喜ばしていいポーズをくれるようにしないといけないもんね。キルさんいいぞ。撮影し放題やから今日はいっぱい撮っていってくださいね。もちろん。撮り放題ってずいぶんお得だな。これ失敗したかな。ああうまくいった、よかった。ちょっとなんかケチくさいコメントだったけど、うん、それじゃあ始めよっか。始めようぜ。いいとポーズがあったら言ってな。セクシーな、ショットをしようぜ。違うんかい。めっちゃ考えたのに、ちょっと日本語おかしかったか。いや、すごいな、この人。最初はこんな感じでどうかな。いきなりいいポーズをくれるじゃねえか。よっしゃ。いや、結構難しいぞこれ。お客さん、お上手やね。よかったよかった、気分上がってくれたね。ちょっとサービスしようかな。うわ、すごい。男を誘うような表情くれ。よっしゃ、これうまくいったね。こう、しかもちゃんと長い、ここ。どんなゲームやった？ほんま、こういうの撮りたかったんやろ？うん、ありが、うん、しっかり上げてくる。もう、全く男の人なんやから。あー、ちょっと待てよ。最高にセクシーな一枚だったぜ。キルさんがノリノリや。もう、エッチ。それやったら聞くけど、もっと撮影したらいい？もちろん。もしかしてもっと際どい、ちょっとミスったな、これミスったな。もう時間が来ちゃったみたい。いやー、もったいないな、最後もっとサービスするね。うわ、最後ミスったキルさんはもうイケイケの顔してるけど、あ、クリア。まだいい感じだったのかな、今のは。いや、でもこれさ、さっき、でも、もう一つアンロックされてるね。これやってみようかな。いや、ちょっと気になるからもう一つやってみようか。こことか行きたいからな。じらすな、これ。もう一コースだけちょっと、皆さんと一緒にやりましょう。やべえ、すぐ来ちゃった、ここに。再来店ですよ。こんにちは。また来てくれたんや。もしかしてグラビア撮影にハマっちゃったかな。ハマりましたね、これは。リーナに会いたいと。お、すごいポーズしてる。思ってな。悪くない、悪くない、このコメントは。いやー、キルさんが真面目にこれやってる。さやまを待たしてこんなことしてるよ。それで本音は？お、本当はこんな感じの写真とか撮りに来たんやろ。おっと、ね、どうする、ギク。これは賭けだな。え、でも行ってみるか、繋がるか、これギク。バレていたのか。やった、繋が、うお、すごいすごいすごい。
開いてきてるよ。ああ閉めちゃった。急ぐのはダメ。お客さん大人っぽくて余裕ありそうやし。いやもうキルさんギンギンよ、もう余裕ないよ。あ、何事も順序が大事だよな。よし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 、なんとかうまくいったぜ。なるほど、ね、真面目にゲームやってるわ。ここちゃんとゲーム性あるしね、一応。まだ乗れへんな。これはキルさんのせいだな。やっぱもっと盛り上げて乗らさないとね、調子を。綺麗だ、表情も。うーん、色っぽいな。え、これ失敗？これ失敗なのか。一応繋がったように思ったけどね。お客さん乗せるの上手。なんとか乗ってくれたわ。どんなポーズ取りたいかな。どうする？その大きな胸を寄せた感じ。寄せた感じ。あ、見せた見せた見せた。しまった。ボタンミスってしまいました。バツがさ、丸なんだよね、PS5 だと。そんな感じの写真がいいんや。なんか繋がったし、いいや、まあ。聞いただけで撮影させてあげるとは言ってへんけどな。うわ、ここに来てそれか。あ、ここは来ないか。選択肢来ると思ったんだけど。ここまで来て、これだね、俺が言いたかったこと。そりゃねえぜ。どんな撮影会だよこれ。冗談やね。よっしゃ、お客さんが撮りたかったポーズこれだろ。やってくれるのか。カメラ寄ってるよ、キルさんどんどん寄ってるよ、じりじりと。念願の本気を。あ、これ違うな、ポーズきたー。違う違う、むずいって。あ、寄せてくれてるね。満足してくれたかな。まったくお客さんたら必死なんやから。すいませんね。次はもっと満足できる格好で撮影させてあげる。キルさんもやりきった顔してるね。さやまを待たしてるのにね。あ、クリア、よかった。この余韻がないんだよね、すぐここ選択画面生かされるこの中毒性。あ、アンロックされてるね。いやまあここはちょっとね、お楽しみにとっておきましょうか、ここは。ここやばいぜ。よし、じゃあちょっと、うん、このお店とは一旦離れましょうか。ここにちょっと入り火だったらキルさんが大変なことになってしまう。うえ、こういうね、このビルの隠れたお店なんですよ、ここ2階にあってね。いや、10分ぐらいグラビア撮影会してたけど、今回はですね、ちょっと気になるサブストーリーが1個ありまして、これですね。まあ、スターダストの前なんで、ちょっとピンとくる人はいるかもしれないんですが、このサブストーリーをやっていきたいと思います。ちょっとね、主要キャラなので、ここに向かいましょう。はぁ。ちょっと見てるだけだったらあれだけど、やってる方として結構、いい選択肢を選ばないといけないから、めちゃめちゃ体力使うな、あれは。またちょっと来店しますね、あそこには。めちゃめちゃ面白い、あそこ。はい、ということで、ご想像通り優也とのサブストーリーを進めていきたいと思います。記念撮影ですね。あー、やべ、敵と出会っちゃう。離せー、よーし。敵を回避したぞ。キリュウさん、お、優也か、元気でやってるか。はい、カズキさんのいないこんな時だからこそ頑張らないと。うん、メインストーリーでちょっとカズキがね、怪我を負ってるんで。あ、そうだ、ちょっと飲んでいきませんか。たまには気晴らしも必要ですよ。少し飲んでいくか。佐山は待っているがな。佐山をめちゃめちゃ待たしてる。ありがとうございます。では中へ。キリさん、お代払ってるんかな、これ。いつも思うけど、ずいぶん張り切ってるみたいだな、ゆうや。はい。店のこと、和樹さんから任されてますからね。やる気も出てくるってもんですよ。そうか、それは頑張らないとな。俺も昔はバカなことばっかりやってましたけど、和樹さんのおかげで今じゃ店長っす。本当、和樹さんには頭が上がらないっすよ。うん。
なんかゆうやって確かね、なんか不良グループみたいなところにいた気がするね。なんかそういう説明があった気がする。いやいや、和樹さんのためだけじゃないですよね本当は彼女のためなんじゃないですか。あ、その話もあったね、確か。バッカ野郎シュンその言い方なんか古いな。余計なこと言うなっての。極みでもね、ゆうやの彼女のサブストーリーがあった気がしますね。ニューさんでしたっけ。いい子っすよね。あんな子のためなら俺めっちゃ仕事頑張れるな。ああ、まあ元気はもらってるよ。ヒューヒューこの瞬クビにさせたいな、ゆうや権限で。この野郎、少しは店長に対する敬意ってやつを。いいじゃねえか、照れることはね。キルさんが一番こういうの照れるけどねキルさんほんと照れ屋さんだから。まいったな、キルさんまで。おムービー、やっぱメインキャラのサブストーリームービーが入るんだね。ゆうやはどこだ。ゆうやを出しやがれ。こいつらなんだ、こいつら。ブラックサンダーチョコか。お菓子のチョコか、あれ。お前ら何しに来やがった。ダッセー名前だな。何しにとはご挨拶だな、元ヘッド上昇カムロって書いてあるね。ヘッドだったあんたなら何しに来たかわかるはずだぜ。岡野はどこだ。岡野、知らねえ。嘘つくんじゃねえよ。あんたが示した次期ヘッドだ。知らねえはずがねえ。まだこんなことやってんのか、こいつら。知らねえんだよ。そうか、だったら500万、500万ってもらうぜ。なんで俺がそんな大金払うんだ。おう、ずいぶん儲けてんだろ。レジの中にあるんじゃねえのか。タッチ悪いな、こいつ。俺の金じゃねえ、店の金だ。おい、なめたこと言ってんだよ。チームバックレたやつは500万。おお、あんたが決めた掟じゃねえかバカなルール作ってんな、当時のユウヤ。あんたが示したヘッドがバックレたんだ。責任取れっつってんだよ。それは岡野だろう。そのルール従うなら。もう一度来る。来んな。それまでに金か岡野、どっちかを用意しておく。おかしいだろこいつら。ゆうやと同い年じゃないかもしれないけど、同世代ってことはまあまあ年いってるよね、あいつ。ブラックサンダーチョコかよ、ほんと。ゆうや、あいつらは。キリュウさん、これは俺の問題です。俺がきちんとけじめつけますから。すいません、お騒がせしました。俺ちょっとお客さんに詫びを入れてくるんで、今日のところはこれで失礼させてもらいます。ほう、これで終わりか、一旦。ブラックサンダーあれ、チョコなんだったっけ、名前。あれもブラックサンダーだったっけ。やべえな、あいつらすんごい名前つけてんな。あ、キリュウさん。お、あ、ゆうやの彼女か。お、みゆか、久しぶりだな。こういう録広いな、やっぱ。広いな、やっぱ。去年ヤクザの人たちから助けてもらって以来ですね。ありがとう。あの時はゆうやと私を救ってくれて本当にありがとうございました。いや、いいんだ、気にするな。いえいえ、私たちにとってキリュウさん恩人です。あ、ところで中にゆうやいましたか。ああ、中にいるんだが、少しトラブルがあってな。今忙しいだろう。え、トラブル。ブラックサンダーのコージってやつがすぐ喋るな、キルさんすぐ喋る。ユウヤに因縁つけて帰っていったところだ。そう、ユウヤのとこにコージが。お、なんか知ってんのか。岡野という男を連れてこいと言っていた。ミユ、何か知ってるのか。ブラックサンダーはね、ユウヤと岡野が作ったの。ほう、まあだから次期ヘッドとして岡野が指名されたのは納得だね、それだとしたら。コージが入ってきたのはその後。毎日みんなでバカみたいなことばっかやって、ほんと楽しかったってユウはいつも言ってたな。その岡野ってやつはどこにいるんだ。それは、ユウヤがやっと店長になれたってのに、こんなことでケチをつけたくねえんだ。チャンピオン街にあるアテンシって、あの、オカマバーですね。そこでママやってるアコって子なら、岡野の居場所を知ってるかも。
えらい情報通やな。みゆちゃんだったっけ？ありがとう。おう、たまたま来たんだね。あ、でもゆうやに用事があって来たのか。よし、じゃあちょっと佐山をここで、待ちぼうけさせといて、キルさんはアテンシに向かいましょうか。グラビア撮影してまだ来ないというキルさん、まあ、これは仕方ないですね。行きましょう。よし、アテンシのママってアコさん、こいつかな。あれ、この人アコっていう名前だったっけ。あ、もうオカマとしてしか認識しないからアコっていうお名前だったんですね。あら、どうしたの、急に改まっちゃって。そうよ、私がアコよ。こいつもしかしてブラックサンダーの一員か。男だったとしたら可能性はあるよね、ブラックサンダーの元メンバー。いや、いや、飲みに来たわけじゃないんだ。ミユから話を聞いて今日は来た。ん？ミユちゃんから？何の話？ママがブラックサンダーにいた岡野ってやつの居場所を知ってるって話なんだ。めちゃめちゃびっくりしてるね。これブラックサンダーメンバーっぽいね。知ってるんだな。いや、知っててなおかつかくまってる可能性がある。知らない、私は何も知らないわ。ブラックサンダーのユージがユウヤの店に来た。お金を出さないなら代わりに500万払えと脅されている。ブラックサンダーがユウヤのところに、ユウヤのところに、ああそっか、メンバーだったとしたらまあそういうか。頼む、お金の居場所を教えてくれ。くそ、うん、めっちゃ男出てるよ、アコさん。難しいんだよな、アテレコどっちなのか分かんなくなっちゃった、あまり。工事の野郎、どうしてほっといてくれないの。やっぱり知ってるんだな、オカノはどこにいるんだ。目の前にいるわよ。今なんかもううさんくさいリアクションになっちゃったけど、あ、こいつがオカノなのね。そっかそっかそっか、メンバーとは予想ついてたけど。何？何？ママが、まあでも、うん、なんでそれ、あ、確かにね、その発想になってもよかったけど、ちょっと分かんなかったかな。急にバックれた時期ヘッドは私。いや、すごいな、だってこのアコさん極みから出てるからね。言うてもまさかそんな伏線があったとは、この人の人生にも。すごい広がり方。でもしょうがないじゃない、本当の自分に気づいちゃったんだから。もう私だってね、バックれたくてバックれたんじゃないわよ。でもこの道を選ぶために族を抜けるなんて、どうコーチに説明したらいいのよ。ややこしいな、名前アッコだったのが岡野に変わったけども、アッコさんだし、お前の生き方をとやかく言うつもりはない。だがな、昔の仲間は見捨てるつもりか。分かってる、分かってるわよ。でも、ほう、もう一回話そうぜ。あら、いらっしゃい、ゆっくりしていってね。さっきまでの話どこ行ったんだよお前。もうこれ出るしかないのかな。話の続きをしたいんだよ俺は。キリュウだ。あ、キリュウさん、繋がってよかった。あ、もしかしてブラックサンダーか。さっきの連中がまた店に。何？なんだと、スターダストにブラックサンダーが。ほんとチョコしか思い浮かばないからね、それ聞いたら。何度も言うけど。今ゆうやさんが食い止めてて、いや、これはピンチですね。クソ、これ岡野来るだろうな。とりあえずスターダストに向かいましょう。いや、でもさ、ゆうやってそもそもね、和樹と一緒にヤクザのあの、みかじめ寮とか来ても、退治できるぐらい強いゴリラなんですよ、あいつ。だから正直、ブラックサンダー来てもさ、追い返せると思うんだよね、一人で。まあまあ、でも、うん。行くしかないですね、これは。助けに行きましょう。助けに来たぜ、ゆうや。どうなってんだ？もうバトル始まってんのかな？ちょっと待て、ちょっと待て、どうやって入ってきたんだよ。入り口階段だろ、めちゃめちゃ。
綺麗に回りやがるな、白バイかお前ら。めっちゃダセーバイク。まあ、でもこんなんなんだろうな、族のバイクって。ブラックサンダーね。しくしょう、もう我慢できねえ。いったれ。いやいや、ユウヤの方が一人で何ができる。強いと思うけどね。だからって容赦しねえぞ。上等だ。かかってきやがれ。見せらっつってんだよここ。ユウヤ。かっこいいぞ。この店は清掃がなっちゃいねえな。掃除するなら手伝うぜ。ゴミども、ゴミ掃除をやったりましょうか二人で。ふざけやがって、まとめてやっちまえ。こいつちょっとかっこいいけどね、さすがヘッド。あ、こいつはまだヘッドじゃないけど、じきじきヘッドぐらいだね。ブラックサンダー、よっしゃ、何でも店のやつ使っていいんだよね、これは。ユウヤ、経費で落ちるよね、これ。損害賠償とか請求してこないでね、キルさんに。えぐい攻撃。いや、もうマジ何回ここバトルするんだよ、ここね。いや、もうね、その辺のチンピラとかキル、あれ？あいつ死んでる？もう、メインのやつ。アッシュって名前じゃないよね、髪型似てるけど。あ、もうこいつだけか。極みで決めたいな。あー、倒しちゃった。倒してしまいました。どうやってそれ持ってんだよ。爪で持ってたぞ、今、キルさん。あ、来た。ユウヤ、岡野。来るじゃねえ。ユウヤ、これを着て。こいつは。うわ、かっこいいぞこれ。ユウヤ、私にくれた。ブラックサンダー初代ヘッドの特攻服だよ。めちゃめちゃかっこいい。いつの間に来たの？お前急に海軍大将みたいになってんじゃん。やべえ、急に海軍大将だ。あ、本丸来たね。やべえ、青生地みたいな。俺使おう、せっかくだから盛り上げるために使おう。もうやーべえ。ユウヤがめちゃめちゃかっこいい。いつもゴリラなのに、いつもゴリラなのに海軍大将みたいな。やべえだろ特攻服。やっぱちゃんとお金持ってんだね、アコになってて。あ、やべえ、コウジ殺しちゃった。いや、か、来たー、専用専用ヒートアクション。またアッシュか、二度倒してるぜ。ふう、かっこいいな、あの白服。そっか、ヘッドだけは真っ白なこの特攻服着れるんだね。史上最強、天下無敵。ブラックサンダーもこれで終わりだ。ユウヤ、うん、岡野、おめえはやっぱり最高だよ。俺が見込んだ最強、最高の二代目ヘッドだ。もうやだ、最高の女でしょ。ミユちゃんの横で言うと、てかヒゲ剃れ、せめて。で、よくこれでバレなかったな、岡野だって。ほぼ岡野だろ、これ。服しか変えてないけどね。キルさん、ありがとうございました。ご迷惑かけて、本当にすいません。まあ、店の備品の請求はしないでね。そういうの気にしないから、キルさん。ちゃんと、うん。いいさ。勝手に備品を壊しただけだ。ユウヤ、請求はしないでくれな。はい。たまたまうまくいった、今の。いい仲間を持ったな。大事にしろよ。はい。はい、軽いな。結構バトルしたんだぞ。じゃあな、また来るぜ。ちょっと面白かったなぁ。どうした岡野、お前、まさか。あたし、マジ惚れちゃったわ。いや、ほんとね、生物関係なく惚れさせちゃうからね、キルさんは。ブラックサンダー初代。いや、ユウヤのちょっと過去が見れて面白かったね。極み2であんま過去見れないと思ってたから。まあ、ゼロとかね、いろいろ過去は見れたけど。あー、ちゃんと経験値いっぱい入るサブストーリーでしたね。はい、というわけでちょっと今回はね、グラビア撮影と
ゆうやのサブストーリーでちょっと一回終わってしまいましたけど、うん、面白かったですね。ゆうやの見れてよかったです。次回は佐山と一緒に、関西蒼天堀の方へ向かって本編進めていきたいと思います。で、あの橋本里奈さんのグラビア撮影の方はまた機会あればねお見せしたいなと、あと4回ぐらいあるかな、うん、と思うので、ちょっとタイミング合えばお見せしたいと思います。需要があれば、うん、はい、じゃあ次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。